ヤッホーウォーズマンチャンネルです。はい、皆さん、もう季節はね、秋になると、地域にもよるんですけど、まあ、僕の周りではね、まあ、ほぼ禁漁に入ってます。なので今からの天からになると、やっぱりね、まあ、冬季のニジマス釣りっていうのが中心になってくるのかなと思ってます。今回もね、まあ、その冬季のニジマス釣りに来たんですけど、まあ、その中でもね、比較的大きいサイズのニジマスがね、放流されてるっていうね、まあ、河川に今日はね、初めてやってきました。ただね、今の時間はもうね、1時15分です。夜中違いますよ。真っ昼間です。はい。で、しかもね、今日は僕でね、6人目みたいなんで、もうすでにね、まあ、さっき5人の方がね、まあ、フライトルアーの方がね、入られてるみたいです。はい。なので、多分ね、もう魚も会えないとは思うんですけど、まあ、初めての河川なんでね、まあ、今日は楽しんでいきたいなと思ってます。釣れたいですね。頑張ります。釣られてる、釣られてる。釣れるのか？さっきね、ちょっと声かけさせてもらって、一緒に釣らせてもらっていいですかっていうのでね、まあ、声をかけさせていただきました。OK! っていうことでね、だから釣られてますね。すごいな。よいしょ。釣られてましたね。あ、でもここで今、あれから3本出ました。そうですか。天から？天からです。ああ、ちょっとこうやってください。僕もそろそろ。ああ、そうなんですか。うん。自分ちょっと下、下やるんで。あ、なんか、今日5人ぐらいね、入られてて。ルアーがいましたね。あ、そうですか。上でも、でもドライで2本出ますよ、ね。ドライで出るんですか、まだ。結構僕はこのデカカリスってやつで、はいはいはい、取ってます。今もそこで。あ、そうですか。へえ。いや、楽しみや、ありがとうございます。すみません。はい、沈めてもいけるかな。沈めても出ます。あ、そうですか。マラブで沈めると出ます。はい。おお、楽しみ、ありがとうございます。はい、この流れの方が。はい。両方なんですね。これと向こう側がね。ああ。うん。ほほほほ。あとはあの辺にいます、ね。ああ。上もいるんですか。上がね、だから放流箇所が3箇所あって、はい、ここと真ん中と一番上で放流してるんですよ。はいはい。だから結構ついてる場所はある程度決まってますね。あ、そうですか。ああ。じゃあそういう場所の方がいいということですね。ちょっと通ってやるといいかもしれない。ああ。いるところにはちゃんといますんで。ああ、ありがとうございます。はい、すいません。今ね、めちゃくちゃ親切に教えていただいたんですけど、なんか放流箇所がね、3箇所ぐらいあって、で、一番手前の箇所はここぐらいみたいですね。で、さっき僕が少しね、前に声かけさせてもらって、そこから3匹ぐらいね、あげたって言われてましたね。これ、人が入った後でも釣れそうですね。しかも、サイズが大きいって言われてました。そして、今のただフライのね、トップで釣られてたんで、すごいな。そう思った。最近いつもメインラインはね、レベルラインの2号を使ってるんですけど、今日はね、気持ち2.5 号にします。このタックルでいこう。ちょっとね、今仕掛けを作ったんですけど、竿はね、シマノさんの本流点から NP の 4.4 メーター。これにレベルラインの 2.5 号。これを約5メーターぐらいですかね。少し長めにしてます。で、リーダーはね、たまたま家にエギング用のね、リーダーのフロロの 1.7 号があったんで、ちょっとそこまで太いのはいらないと思うんですけど、フロロの 1.7 号のね、リーダーは約1メーター。手張りはね、今のフライの方がトップでね、普通に釣っておられたんで、なのでちょっと遊び心を入れてね、僕は昔に作ったね、動物園で拾ってきたフラミンゴのね、羽で作ったこの毛針、これでいきます。まあ、ここキャッチ&リリース区間なんで、当然ね、バーブレスでということで行ってみましょう。おそらくね、まあ、手前には魚見えないんですけど、あの奥のね、まあ、筋と思います。届くかな。ちょっとね、今入られてた方が場所譲っていただいたんで同じ場所からスタートします。これでね、ダメなら少しね、
沈めて狙ってみましょう。まあ、この毛針もね、もう少ししたら沈んでくるんですけど、おお、でっかいのがいった。でっかいニジマスがいったな。まあ、今これね、浮かして釣ってるんですけど、まあ、絶対ね、沈めた方が良さそうですね。あんまりね、流れがないんですけど、ここが釣れるってね、教えてもらったんで、沈めましょうか。ちょっとね、毛針を、フラミンゴからね、この、ちょっと僕はこの前巻いたニジマスボンバーと、ちょっとビーズヘッドでね、ボリューム上げた赤い毛針にします。これでいきましょう。お、来た、来た。いきなりや。あー、暴れた。いきなり食った。やっぱり沈めないとダメですね。というか沈めたら一発で来ました。バレましたけど。楽しいな。それにしても今かけたニジマスでかかったね。僕のぐっちゃぐちゃに巻いたニジマスボンバーで食い寄ったね。今日はね、ちょっと毛針もいろいろ試しながらね、当たり毛針も探していきましょう。時間ないけど。一発目で来てから止まったな、当たりは。お、向こうで跳ねた。これ全然普通毛針でいけそうですね、まだ。おそらくね、毛針を管理釣り場みたいにね、コンスタントに変えていった方がいいかもしれませんね。うまく釣ったのはこんなね、毛針ですけど、ちょっと普通毛針に変えましょう。浮かそう。いやー、やっぱ、こいつら、ライズするくせに僕のヘナチョコ毛針には効いてない。失礼なやつよ。毛針変えよう。普通のビーズヘッドに戻しました。お、さっきの方かけられてるな、下で。もっと沈めた方がいいような感じがしますね。ちょっとね、ガンダマ使いましょうか。ガンダマ 2B 打ちます。ビーズヘッドプラスガンダマでいきましょう。お、来た。おっしゃ、あまり大きくなさそうですけど。来ましたね、デカネジ。言っても尺ぐらいですかね。まだまだ小さいと思います。うん。上リリース。やりました。ちょっとね、このビーズヘッドにガンダマつけて、食いましたね。ただ、向こうで大きいのをかけられた方はまだ格闘されてるんで、相当でかいぞ。すごいな、まだ格闘されてる。10分ぐらい。僕も速攻上がってきたで。ガンダマとね、この僕がこの前巻いたニジマスボンバー、これでいきます。
ぱり人気なんですね。すぐ上にも人が入られました。お、来た。あー、来た、小さい速攻来たな。小さいけどやっぱり右マスは引くね。おー、走る。お、めちゃくちゃ走る。うわ、これで多分これ尺ぐらいなんですけど、うわー、バレたバレたバレた。めちゃくちゃ走りよったもんな。速攻来たけど、どんどん行こう。ガンダマプラスニジマスボンバーできたぞ。やっぱ毛針のローテーションがね、結構釣果を分けるコツかもしれませんね。めちゃくちゃ走りよったな今。基本ね、天からって言ったら3秒ぐらい流すイメージが強いんですけど、こういう冬場とかね、まあ、こういう深みをね、ゆっくり狙う時とかは本当に10秒以上流す時も普通にありますね。初めての河川ということと濁ってきてるんでねあんまり深さわからんよ。何やこの濁りは。何や、上流で雨降ってるのか。この筋絶対いるんですけどね。うわ、でかっ。な、ナマズか今のは今のナマズやろ。分からんけど、でかっ。濃いか。何の濁りかわからないですけど、魚が見えないんでね、全く。見えたらね、まだその手前にね、落としちゃったら結構な確率で食べるかもしれませんけどね全く見えへん。うん、いるな、ここも。まあまあ今のでかかったぞ今の取りたかったな。全然流れないですけどね。食うんですね、こんなところでも。多分時間的にね、無理なんで、ここだけで行きましょう。これがね、なんかナマズみたいなのが多いんですよね。今も空気澄み上がってきてるから、それ釣ったろうか。そう、その後そんなにかからへんなるんやったらしっかりやってたやつ。なんか最初速攻釣れたんでボッコボコ釣れると思ったんですけどねそんなにやっぱり甘くないですね。ちょっとね、当たりがないんで、18番のね、極小毛針にガンダマ 2D、これでいきましょう。こう擦れるとね、何に反応するの。意外にでかい毛針に反応したりね、するかもしれませんし。できた。小さい毛針でね、狙っています。
っていうかもう擦れとるんやろでは終わろうか。おっ、おっしゃ来た。ああ外れたやっぱりな、針がね今度小さいからね外れやすいんでしょうね。18枚もんな、今のままでかかったぞ楽しいな。でもいや今ので最後やな多分。小さい毛針で底吹きを流してたら今ようやく吹いよったね。もう当たりは結構ねもう明確ですよね。手にもパンってくるぐらい当たりますよね。これで食ったところでなかなかね上げるのが難しいかもしれませんね。小さいのもありやね、極小毛針、ね、あれだけ他の毛針をいろいろ流してても食わなかったんが18番にしたらうまく食いましたね。あ、もう時間がないもうあと5分だけ行こうか。また今度ゆっくり行きたいな。今日結構かけたんはねやっぱり結構あるんですけど、取り込めた1匹ぐらいですよね。諦めようかお疲れさん、激甚今ねちょっとカメラを閉じてたらトップでね、普通毛針に最後で流したらトップでね大きくないですけど出ました。おほほ、ニジマスか。カメラ回してたらよかったなパワーマークがあるニジマスですね。あ、取れた。あ、これ小さいね。トップでバッコーン出たけど20センチぐらいですね。うん、これで終わり大物釣りの河川で20センチ、僕の腕ではこんなもんでしょう。はい、約ね3時間ぐらい釣りをしました。まあ、かけるのは結構かけれたんですけど、そのうちね取り込めたのは本当に2匹で、しかもね下のサイズから2匹ね取り込めたみたいな感じです。結構ね大きいものもかけたんですけど、ことごとくねバレたんでね、まあ、ちょっとまたねぜひねこの大物のねニジマス釣りリベンジしたいと思います。はい、今日はねもう予想通りの撃沈でしたでもね、僕が入ったのは6番目ぐらいにね入ったみたいなんですけど、それでもねやっぱり当たりは出たんで、まあこれね本当に朝一とかね、まあ、1番とかに入れたらかなりね、まあ、当たりっていうかね、まあ、かけるのはかけれるんじゃないかなと思いますね。引きはねやっぱりね、まあ、バラしたんですけどすごかったんでね、まあ、楽しめました。またねちょっとリベンジしたいなと思います。ということで今日もご視聴ありがとうございました。これからもご視聴よろしくお願いします。バイバーイ。